わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。ほんともそうちゃうか。あ？せやけど、ここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと？拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったら備えなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、誠をさらった第三の勢力は何も言う。そうやな、真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれまいてやもんな。教えてあげようかな。けどどないしようかな。おとなしくはかんと今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとわし、ごっつい期待してしまうで。真島君、この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな、安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固まってしまうんや。もう我慢でけへん。変わったやつやな。お望み通りとことんしばき倒したるわ。さすがや、わしますます真島君に惚れてもうた。あんたほんまにおもろいやつやな。